こんばんは。今日は前から約束していた、1ヶ月前から約束していた毎年恒例尾崎セリカ生誕祭アーカイブ見るよ配信です。わー、ケーキ、こんばんは。今日は部屋着です。寒いので、ふう、何分から見ようかな。10分から、21時10分から見ようかな。急に見始めてもね、ちょっと実況を同時に見れないこと寂しいしね。こんばんは、やっほー。 DMM の会員の方はぜひ一緒に見ます。それで見ましょう。脳内再生か架空の思い出をたどってみましょう。こんばんは。寒いよ、寒いよ。今会員になりました。止まって、ループしてる？ループしてんの？なんで？なんでよ。なんで止まるんですか？なんか冬になったら私の家の Wi-Fi 調子悪いんですよね。だから最近のショールームずっと Wi-Fi 切って配信してるけど、今日は Wi-Fi つけてる。もしまた止まったら教えてね。はあ、本当にもうすぐループして、明日行くね。待ってます。明日は沖さんの生誕祭です。みんなで沖さんにおめでとうを言いましょう。沖さんお誕生日おめでとう。ソラハがスチーマーは当たったんや、よかったね。今日スティーチャンネルであのメンバーがプレゼントをもらうか、メンバーの私物をあげるかみたいなやつやってますよね。メンバーの私物も世に出されたんですか？こんばんは。わー、いいなー。2万円5名獲得。はあ、私も今日の ST チャンネル出たかったなー。そう、2万円の欲しいものを何にしようって悩んでて、ずっとソルハさんが。他のメンバー何もらったんですか？何もらったの？いいなー、はー、いいなー。 STU チャンネルメンバーみんな呼んでくださいよ。さやかに3万円相当、え、2万円までじゃなかったの？あれって2万円ぐらいだから3万円も許されるやつなんですか？え、私も欲しいよ、スニーカー。めっちゃいいじゃんスニーカー。私すぐ歩きすぎてボロボロにしちゃう。え、イケコたわしなの？なんでたわしなの？イケコなんで？イケコだけたわしたんですか？2万円たわし？ちほちゃん化粧水とギフト券、くるくるスチーマー、ももちゃんヘアアイロン。パセちゃんは配信止まっちゃう。配信めっちゃ止まるやん。いい加減にしてほしいよね。こんばんは。へえ、ね、ちょっとループしちゃった。なんかパチパチしてた画面が。止まる、 Wi-Fi 切ろう。
Wi-Fi 切ります。ちょっと止めますね。ほい、 Wi-Fi 止めました。 Wi-Fi 止めてみましたがどうでしょうか。またもし画面チラチラしたら教えてください。こんばんは。ギフト読もう。ギフトギフト遡ります。ピュン。風の神さん、 I love you。 わうわうさんお疲れ。福ちゃんキャンドル。テキサスのロンスターさん、レインボースター、モリモリさん、I love you。 風の神さん、 I love you。 レアルさん、お断りです。コウさん、 I love you。 右田ピッポさん、決勝。アンバさん、 I love you。 めっちゃきのこさん、 I love you。 流星さん、 I love you。 カメさん、キャンドル。大吉さん、かわいい。アルテミスさん、決勝。ガトーショコラさん、決勝。クワドリさん、 I love you、 ありがとう。ショウさん、ラブレター。マチャルさん、お断りです。ノギンさん、 I love you。 ダーソクさん、ハート。流星さん、決勝、ありがとう。マチャルさん、 I love you、 ありがとう。クアンドリさん、レインボースター。旅人デラックスさん、だるま。福ちゃん、 I love you。 ショウさん、決勝。中田さん、決勝。流星さん、ハート、ありがとう。アキモさん、 I love you。 マー君、お断り。朝生テレビさん、ハートと結晶、ありがとう。レンネさん、 I love you。 流星さん、かわいい、ありがとう。ヒロさん、お断り。サワッチョさん、結晶。ダダダダダさん、 I love you。 いっちゃん、レインボースター。カズノジンさん、かわいい。いっちゃん、お疲れ、かわいい、お断り。ロウ人形さん、 I love you と結晶、ありがとう。流星さん、お断りです。コウジさん、 I love you。 カズノシンさん、スノードーム、ありがとう。クロさん、 I love you。 アルフォートさん、お断り。 PD マンさん、ハート。いっちゃん、決勝。流星さん、決勝。いっちゃん、 I love you。 プーさん、 I love you。 ロー人形さん、かわいい。コカジアさん、ハート。流星さん、ハート。コカジアさん、お断り。マスク依存症さん、 I love you。 カズノシンさん、かわいい、ありがとう。 I love you もありがとう。流星さん、レインボースター。コウさん、お断りです。コウジさん、レインボースター。プーさん、ラブレター。シンさん、 I love you。 時すでにお寿司さん、お断りです。シュリリン、だるま。流星さん、レインボースター。大吉さん、ハート。安部さん、 I love you、 ありがとう。ミッチー、お断りです。いっちゃん、レインボースター。ジンさん、決勝。カズさん、お断り。マルシさん、レインボースター。ひろっちさん、キャンドル。こうさん、 I love you。 のぶろうさん、ハート。メロンのあそこさん、だるま。まるさん、 I love you。 陣内さん、 I love you。 レアルさん、お断り。あきもさん、お断り。しゅんぼうさん、 I love you。 とにさん、ペンライト、緑じゃない、エメラルドグリーンと白のパセリペンライト、ありがとう。アルフォートさん、お断り。もちはださん、ハート。アルテミスさん、 I love you、 ありがとう。こんばんは。お断りよ、ちゃんと断らないとね。ノーって言わないと賛成したことになっちゃうから、全部断らなきゃ。山猫坊主さん、めっちゃかわいい、ありがとう。プーさん、スノードーム2個、ありがとう。スノードーム、やっほー。あ、もうそろ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 アーカイブを見る時間だわ。つかさん、ハートありがとう。絶対に受け入れないんだからね。11月16日尾崎セリカ生誕祭見るよ。ゼータン、お断り。太郎さん、 I love you。 ノクさん、雪だるま、ありがとう。早送りしよう。パセリの鍵穴はちょっといいや。あ、もう始まっちゃった。2分35秒、235でお願いします。235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 
2分35秒、2分35秒のこのみんなの待っている姿を今見ています。あ、stay you っていうところ。それでは10秒、いや30秒前、29、28、27、26、27、28、27、26、15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。ピッ48。チョコボさん、ハートありがとう。アルさん、ハートありがとう。フクちゃん、タコありがとう。はいはいはい。え、私もペンライト用意したい。ペンライト、ペンライト、やばい、ペンライト用意しなきゃ。私が私の一番のファンやらなきゃいけない。忙しい忙しい。ペンライトもこの私のショールームボックスに入ってます。ガーヌリさん、ペンライトありがとう。あ、電源、あ、ついた。何色にしようかな。色付けんどこ反射しちゃうもんね、顔に。緑です、これ緑にしとこう。パセリー、シェ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 カシェカシェ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 カシェカシェシェシェカ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 。私いつも謎なんですけど、私の衣装だけ丈が短い丈短くてシャツが丸見えなんですよね。私はこれはあゆみんさんの衣装を着ています、いつも。アースバリバリ全開、アースアースイエーイ、胸の奥掴まれたさせね、今ここで勝負してやる、マジかロマンス上わたうおうお、好きだ好きだ、お前が好きだよ、イエイイエイイエイ。ねえ、ペンライトめっちゃ綺麗やったこの日。イエイ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 、男道。年に1回しか見れないパセリのペンライトの日や。あほーい。人は誰も恋をして、私はこの巻き舌ができないからズルしてます。唇でブルブルしてます巻き舌上手くなったねって言われるけどズルしてますブルーってってリップロールしてるだけで、あの巻き舌が上手くなったわけじゃなくて大好きだ。ジャーパングさん、焼きだるまありがとう。見たいけどみんなのコメントを見たい。よろしく、イエイイエイイエイ。これ天井からぶら下げてほしい、この iPad。 私が暴れると暴れちゃう、これも一緒に。アホアホ。これは HKT さんと騎士団さんの楽曲なんですけど、この前のイベントで騎士団さんの生のステージを見ることができて、とてもとても嬉しかったですね。
運命の糸引き寄せられた一瞬のスリル。トゥ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 街角全力で走ってた時、やっぱマイカーで披露するのはこの曲は一番楽しいですね。メンバー同士で絡んだりできて、16人でもこの曲やってるけど、みんななんか踊ってるけどあんま絡んでくれなくて寂しいので、マイカーでやるのが楽しい。やん、かわいい、おきさん、こんばんは。ハートしたい、キュンとしたい、ドキッとしてしまいたい、理屈ではなく言葉でもなく感じて、本能的に巡り合って、燃え上がる灰になってしまいたい、運命の糸引き。絡もうか、絡んでくれる、絡んでくれる？これ明日も披露するけど、この曲丈短いよね、やっぱ。どんなことがあったかなんて、ハート、これハート作ってもいいです。理屈ではなく言葉でもなく感じたいの、本能的に。最近起きたら喉がカサカサすぎて、毎朝怯えながら喉をうがいするんですよね。なんかいいマスクをつけても、マスクつけても起きたら外してるんよね、寝てるうちに。なんかいい方法ないかな。明日明後日公演だから。スケモンさん、バラありがとう。チッチッチッ、ガモンガモン、あれガモンガモン、ぶちゃ変じゃん。寝る前になんか飲む、あ、水頭のとこに置いとくとか。サワーケドゥ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 、真っ青な空だってどっか雲くらいあるだろう、マジ人生の嫌なことの一つはしょうがない、どうせ明日なんかわからない、今だけ余計りゃいい。世界中兄弟だ、愛してるぜ、よろしく、ピーポーインザハウス。この曲はめちゃくちゃ体力使うから、リハーサルとかでもこの曲した後みんなヘロヘロしてます。フラストレーション、さあバカになれ。このフラストレーションは研究生時代のピンマイカーってユニットだった時にセンターでこの曲あのね、当時は私今ほどそんなこんなショールームとかでウェーウェーとか言ってないタイプだった、こんばんはみたいな、なんかもう目に光ないみたいなこんばんはみたいな感じだった時に、なぜかこの曲のセンターに私をスタッフさんが当てはめてくださって、そうだから思い入れある曲なんですけど、あのポジションがね、そうポジションココアさん今センターこれになってて、私とココアさんがもともと同じポジションだったんですよ。でココアさんがその受験とかがあって、私が初日に出ることになったから、ココアさんのセンターも私のセンターもその1個のポジションにどっちも収まっちゃったから、ココアさんがこのポジになったら私がもともとしていたセンターの方もココアさんになってって感じで、あの
レアになっちゃいました。ニヤニヤしてた私。綺麗な宝石をあげる。もう声がさ、リハの時も宝石をココアさんとここいつも低くなっちゃうから高く頑張ろうねって言ったのに出てなかった。宝石をってなっちゃうから高くいこうって言ってるけど低くなっちゃう。誰ですか、ファイブワイパーした人。今まで君が守っていたもん。誰かメンバーファイブワイパー言ったよね。沖さんからかってる感あります。わかる。沖さん毎年私の生誕祭で年齢をいちいち言うんですよね。私の年齢いちいち触れてくるんですよ本当に。とっちゃんハートありがとう。そう、生誕祭ですとかじゃなくて26歳のとか年齢をね、具体的な数字を言うんです。デサイスハートさん I love you ありがとう。今までダイヤモンドはここです、中指。この愛は輝いてる。阿部寛さんサンタとトナカイありがとう。そんなことないよさん、ハートありがとう。12秒。この12秒の曲の生誕祭の見どころはイントロとアウトロのドゥ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 ンよドゥ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 ンよが全部パになってるところです。ドゥ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 ンパドゥ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 ンパって言ってリコチが毎年言ってくれます。リハから言ってくれます。かえでさんハート、ポンポンプリンさんハート、流星さん決勝、かえでさんかわいいありがとう、かずのしんさんめっちゃかわいいありがとう。私はこれは12秒は研究生ツアーの時もやってたんですけど、研究生ツアーの時は私の汗だくのすっごい水滴の汗だくの私が目閉じてるやつが抜かれたことがあってね、恥ずかしい、照れちゃう。クロさん激だるま、陣内さんハートありがとう。この髪型の裏話しよう。生誕の髪型をあのメイクさんにお願いして、あの豪華にしようって言って、ここ編み込みした後ろのとこの真ん中をねお花にしてもらったんですよ。お花を作ってもらってて、まあ、黒髪だから見にくいんですけど、お花をね作ってもらってるんですけどね、なんとねあの、まあ、後々生誕コーナーでも出てくるこの生誕委員の方が作ってくださったお花もブーケも冠もこうやって後ろにこう後ろのとこにこの丸かぶりっていう私の思考とそうデザイン考えてくださった方の考えてる方が同じって、たまたまに同じでした。かわいい、これお気に入りです。つけとこう。じゃ
私シャツで過ぎじゃないですかこれ。大丈夫、こんな感じ。今シャツ丸見えだよ。髪が長い。この時私髪切ったんですよ、生誕の次の日に。だから髪の毛が恋しいですね。今は亡きパシリの毛先、15センチぐらい切ってる。多分10センチの予定が多分15センチはなくなってます。でさやさん、あったさん、ハートありがとう。プーさん、ハートありがとう。陣内さん、ハートありがとう。ストーチのミニマロンさん、流星さん、かわいい、ありがとう。ヨギさん、ハートありがとう。こんばんは。ジャーパングさん、花束ありがとう。パセリーパセリー。年齢言いました、自己紹介。いつも言わないのに年齢言っちゃった。うっかりあんこさん、お断り。千本桜さん、ハートありがとう。みんながリコちゃんだった。顔がかわいい。リコチこと工藤リコです。顔が可愛いリコちゃん。かやくごはんさん、雪だるまと結晶ありがとう。あきちゃん、マクールさん、 I love you ありがとう。ノーアピ、ノーアピ。パセの一番のお気に入りはオキちゃん。その通りよ。明日はオキさんの生誕祭です。明日はこれを紫にせないけん。紫、これ。明日はこれよ、みんな。これです、この色。その次は、あさってはヤンゴロウの生誕だから、黄色と赤。心の困りごと相談室さん、ハートありがとう。ポポアさん、ソラハソラハ。いつの間にか色変わってる時ある。あるよ、本当にあるんです。パセリの色振ってる人いると思ってレスしたら、ただ変わってただけみたいな。ある。
お母様様。もうリリーブから1ヶ月経つの早いですね。そう、この私の生誕さんの日にソラハさんとココアさんとリコチは走るお仕事があったんですよ。今生かな、先日放送された3人の走るお仕事の収録が朝5時起きで早朝からの収録であったのに、私のその誕生日を一番に祝いたいからって言って家に来て、絶対自分ソラハンチで配信してねって言われてたから、私はさ次の日5時起きとか知ってるからさ、なんか申し訳ない気持ちで誕生日配信をしました。もう申し訳ない、早く寝てほしい、目の前でめっちゃ眠そうに待ってるんよ無言で、ってもう申し訳ないと思いながら、だから今年のひまたぎ配信ちょっとなんかぎこちない感じだったのは申し訳ない気持ちと、なんか人の家でさ誕生日迎えることってないじゃないですか。だからどういう感じでやろうと思って、そう家に行ったらベッドの上に年齢の数字のねバルーン、大きいバルーンと風船がいっぱいあって、で延長コードとかつながれたスマホスタンドが用意されてて、絶対この場所に座ってねっていつも作られてて、もうすごい準備万端で迎え入れてくれました。こんばんは。今日も今生続編がある予定だったけど総理会見なくなった。あ、そうなの、続編今日だったの、じゃあまた次回あるってこと。ぜひぜひ。私さマイカーの走る担当と思ってたんですよ。前にマイカーのメンバーで駅伝出た時も第一走者でメンバーで一番タイム早かったから、わこれから私マイカーの走る仕事担当だわとか思ったら、この前のそのこの生誕の日の走る仕事呼ばれなかったから、ちょっと走る仕事また待ってます。走れます。ハワイアンさんお断りです。パシパシしに来ました。ようこそようこそ、パシパシしに来てくれました。いっぱいパシパシしてください。じゃんじゃじゃーん、新衣装。私普段肌荒れしないんですけど、なぜか生誕の日にここに赤いプチってやつができててめっちゃ悔しいの。本当にもう全然しないんですよ肌荒れ。なのにこの日に限ってなんかデカめの吹き出物みたいな、ここのほっぺんとしかもこっち私の好きな顔の本できてて悔しい悔しいです。みつさん雪だるまありがとう。たかしんさん雪だるまありがとう。思い思われ振られだから振りニキビです。振っちゃうニキビ。出張公演 HKT さんの劇場の出張公演
長崎のツアーで SKE さんの劇場の出張公演の後に生誕祭があったから、もうめっちゃむくみまくってたんですよ、顔が。美味しいもの食べすぎて。だけど今年はもうむくみなしのすっきり顔で、すっきりしすぎてるかもしれない、目元とか。リラックマさん、ハートありがとう。今は27分42秒です。27分47秒。むくみの帝王、むくみの帝王なの私はじゃあむくみの女王を目指して頑張る。最近ラーメン食べまくってほっぺより顎が出て、え、ほっぺが顎より出てきた、え、どういうこと、ほっぺが顎より出てきた、ボーンってこと、どういうこと、あ、こっちってことか、顎、おー、ここ、こうってこと、じゃあここに顎が増えたってことじゃない。私とリコチは年に何回か、本当にここ 2、3年ぐらいずっと 年に2、3回は、だからこの3年ぐらいで6回ぐらいリコチとの LINE で沖さんの鼻がいいよねっていう話をしてます沖さんの鼻と沖さんの唇いいよねとか、沖さんのお尻いいよねみたいな、踊ってる時の沖さんのお尻プリプリだよねみたいな話をよくリコチとするそう、鼻綺麗じゃないですか沖さんって。去年の生誕祭の MC もこの3人だったんですよね去年は私と沖さんが喋りすぎてリコちゃんがなんか居づらくなってたんです、申し訳なかった。どうぞ、来るぞ。やばい、ペンライトつけっぱなしだった、電池消耗しちゃった。スタートの地点は横に並んでいた。なんかソルハさんが曲中に喋りかけてきたけど、なんて言ってたか分かんなかったけど、うんって言ってなんか言ってくれたけど分かんなかったから、あーみたいな適当に返事したところに抜かれてたなんて言ってたか全然分かんなかった、何を伝えたかったんだろうなんか喋りかけてきたんですよ、踊ってる時、何だったんだろうか分かりません。早い早い、カズトモさん、I love you、 ありがとう。つーじゃない目の前の急なその斜面、ヘラブ人いる頂上へのその途中で自分が何番目か、またがバレばいい。やっぱ髪長いのいいな、
シュッとして、やっぱりリコちゃんは盛り上げ隊長ですね。公演を盛り上げてくれるのすごくいいよね。右、孤独を感じるけれど道は続く。髪飾り可愛いので見てください。公演のアーカイブ見てくださってる皆さん、この新衣装の髪飾り可愛いので見てください。私とソラさん色違いの髪飾り、私が水色の髪飾りを選びました。水色好きだけどなかなか水色の衣装着れないので髪飾りを水色にしたのです。やばい来る、私この時いつも心の中でやばい来る来る来るって思ってるの。来る来る来るって思ってる、やばい恥ずかしい。髪長いのいいな。あ、悔しい。声がガサガサだったの悔しい。リハの時にリハの歌が過去一良かったよってダンスの先生がいつも褒めないのに、尾崎過去一リハが良かったって言って本番頑張るぞと思ったら喉がカピカピすぎるっていう。コールめっちゃ嬉しかったです、ありがとうございます。なんとこのコール、この公演のコールとかをファンの方が集まって練習したりしてくれたらしくてお話し会で聞いたんですけど、もうね嬉しい。そんな、あーかわいい、リコリコちゃんかわいい。初恋よこんにちは、ラララララララン。いやー次の舞香公演までちょっともっともっと練習しよう。今は飛べないアゲハチョウ始まるとこで36分3秒。トゥトゥルトゥトゥトゥ、私さこのノアピのポジションのとこもできるんですよ。もともとミホリンがしてたポジションのとこもやったことがあって1回だけ。だからこのアゲハチョウをオキさんとゾルハさんと3人でやるのが私の中のちょっとした夢なんですけど、なかなかね、なかなかね叶いません。ハラカラさんお断りです。キャッシュモラーさんハートありがとう。入りっぱなしになっている、初めて失いたくない人に会えた、あの日の夜好きじゃなく愛して、
iPad が吹っ飛んでいきそうだった。ハエタ好きじゃなく愛してる、あと甘い蜜まで飛べないアゲハチョウ。そうです。でも散歩してきても今私がやってるポジね、そう、ノアピー大人っぽいよね。 ST の最年少だよ。一回り違うんですよ一回り違うのにこの大人っぽいよ。ノアピー14歳、この前先月14歳になったばっかり。羽まで生えたら。リアスティさん、ハートありがとう。レインボースターもありがとう。私が14歳の時とかは AKB さんにハマってましたね。 AKB さん、どれくらい、ヘビーローテーションとか、いやもっと後か、フォーチュンクッキー、いやそんなあれじゃない、いつぐらいだろう14歳って。でも中学校2年生とかだから AKB さん少女時代とかからとか、なんか K-POP アイドルが流行り始めた時期かな。おうおうおう、タカさんハートありがとう。ちちちあDJ かけて恋のリクエスト、真夜中のレディオよ。 DJ かけて愛しきメロディ。え、フォーチュンクッキー14歳、いや違うよ、フォーチュンクッキーは私が15歳の時だよ。いや高校1年生の時だよ。フォーチュンクッキーはフォーチュンクッキーの MV 撮影に応募して当たらなかったの覚えてるもん。スマホ持ってたから、あれは高1の時。私が中2の時は何なんだろう、なんだろうな、運命はどんな幾何学で二人は結んでるのかな、直接2011年。うん、上からマリコ2011年ですか。チャンスの順番、チャンスの順番とか、わお、え、もしかしてさ、このアルバム2011年、この私の大好きなこのアルバム2011年じゃないの。私のノーピンの年齢の時はこのアルバムが発売されたぐらいってこと。なり始めた彼の名前が表示されて、シナも痛そうにしてる。めっちゃ噛んでるパゼリわお、番組って言ってたから。そう、これココテンのココテン公演の曲です。ここにだって天使はいる公演の曲、レディオネーム、レディオネームって読みます。これはラジオネームじゃなくてレディオネームです。トゥ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 、エビカツとヘビロって2010年。うわ、
ここにいたこと2011年6月リリース。じゃあちょうどノアピの年齢ぐらいの時、私は CD ショップにこのアルバムを買いに行ってましたね。私はこれは地元のイオンで買いました地元のイオンの CD ショップでこれ買ったら、高見菜さんの店舗特典がついてきたような気がする。なこみく船方さん、決勝ありがとう。来年も行きます。来年もしたいね。パセリの可愛いところを教えてくださいっていうお便りが来ました。この日に限って肌荒れしてるから私この日に限って肌荒れまー。むき卵、ふふ、ほんと眠かったんですよ、生誕の日。すいません、すいません知らずになんかおもんないダジャレ言ってた私、もしかして。リコちゃん顔かわいすぎるなーって見ちゃう。チコシップ、チコシップ、チコシップ。リコちゃんは私とソロハさんが喋ってるだけで「はぁ!」みたいな「チコシップ、チコシップ」って言って、あのゴシップをねかけて、チコちゃんとゴシップをかけてチコシップっていうなんか造語を作ってるんですけど。チコシップやろっていうココアさん面白い。あの食べないアゲハチョウって結構重めな愛じゃないですか。恋じゃなく愛なのよ、誰かに奪われたくないのっていう曲があるんですけど、それを私のこと思いながら歌ってるらしい。ずっとずっとね、ずっと私のことを、生誕だからとかじゃなくて普段から私のことを思って歌ってるらしい。ね、
いいね、重いね、お互い。おたけさん、バラとハート、ココフォルさん、I love you、 ブンさん、決勝ありがとう。前田マーさん、ハート。カズヌシンさん、尊い、ありがとう。ケンジさん、ハート、ありがとう。ね、重いね。隣人、人参、同じこと言っちゃったココアさんと同じこと言っちゃった人参とか言ったら同じこと言われた。そう、オキさんとソーハさん隣人なんですよ。だからあのオキさんの誕生日の日、またぎの日もちょっとゆうかちゃん家にケーキ持ってってくるって言ってプレゼントとケーキ持ってってくるって言って言ってた。結構塩くちゃでした。ソロハさんちのポスターに貼ってるあのチラシお断りのシールめっちゃ塩くちゃだった塩くちゃだったなんか見せてくれたんですよ、これゆうかちゃんが貼ってくれてみたいなって見せてくれたんですけど塩くちゃだかわいそうって言った今ココアさん。こんばんは。なんか広告お断りステッカーをもらったから大きさの誕生日の時何をあげようか悩んでました。ソルハさん、お断りステッカー、でも私ピザのチラシとか欲しいんですよね。頼まないけどピザとかマックのチラシ欲しいからさ、お断りステッカー貼ったら来なくなるじゃないですか。でマンションとかのあるじゃん、マンション新しくできますよ、購入しませんかのチラシ、あれはいらないんですけど、もうお金そんなないから、あのマンション買えるような財力じゃないからあれはお断りしたいけど、あの美味しいものとか近所にできた新しいデリバリーのお店とかのチラシとか欲しいからね。賃貸って勝手に貼れないの？大丈夫ですか沖さんとか。そう、グルメ系チラシは欲しいそれだけ欲しい。間取り見るの好き？好きですよ、間取り見るの。でもさ、なんか世の中にはこんなに広いお家があるんだと思ったら悲しくなっちゃうからね、うん、こんばんは。そう、この公演の MC が推しすぎてスタッフさんがやばいよってパセ口半開けだった今旅人デラックスさん、誰もありがとう。ドゥルルンドゥンドゥンドゥルルルンドゥ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 ルビョン。ドゥン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 。やばい、ペンライトペンライト。8月ドゥ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 。全力でペダル漕ぐ足元。
マイカー公演の曲はほとんど花垂れに入ってます。マイカーでやってる曲花垂れ入ってる率高くて、だから明日もこの曲は聴けるかもしれない。どっちなんだろう。これはね、花垂れ公演ではこの曲か一杯の水か瀬戸内の妹どっちかなんですよ。どっちなんだろう明日。わかんない、どっちかな。真夏のこの暑さ、僕は君以上。井出さん、バラありがとう。明日はどっちかな。愛までたどり着いたら一杯の水を。16人で披露するときは誰よりも高く飛ぶし、誰よりもキレキレにするぞって気持ちでやってます。明日ももし明日か明後日どっちかは披露するからさ、そういう気持ちで見てください。ココフォルさん、決勝ありがとう。電化自転車なんて君は呆れながら。でも沖さん生誕な瀬戸内の妹説ないですか。どう、だって一杯の水沖さんは折り面じゃないもん。瀬戸セブンでしょこれ。風野新さん、レインボースターありがとう。ミヨンさん、ハートありがとう。どっちかな。ケイスケさん、バラありがとう。愛までたどり着いたら一杯の水を。トゥーさん、レインボースターありがとう。トゥル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 。パセリー。僕は君のために、君は僕のために。流星さん、決勝。山崎さん、ペンライト。スカイホエールさん、決勝ありがとう。キングさん、ハートありがとう。僕たちの恋も燃え上がらなかったよ。真っ青な君は美しい稲妻さ。ハンガンハンガン、今心に刺さるハンガンハンガン。両手を広げて愛に打たれよう。一番綺麗だった。本家の SK さん、これは16人の曲です。もともとは、うん、ミラーボール来た。口づけ通り道、君は。ありがとう、流星さん、ミラーボール。まこばやさん、ペンライト。じんだいさん、音符ありがとう。みゆうさん、ハートありがとう。これは表題曲ですね、 SK さんの表題曲。
フレーベさん、ラブレターありがとう。お、クリスマスライブ PR 舞台スタンディングで見えそうです。取れたんですね、一般で。わー、ありがとう、楽しみですね。ドキドキ。でもラスト悲しいな、絶対泣いちゃうと思う。トゥントゥン、教室の空気は淀んで、うん、卒業証書なんか、これから先の人生で役に立つものか。ニッシー決勝ありがとう。テキサスのロンスターさん、 I love you ありがとう。羽が生えたように心軽くなって、もっとどこへもきっと飛んでいけるよ。この時はこうだけど、ピョーンと気づけこれになっちゃう。ループしてますか？本当？ループしてる？ Wi-Fi 切ったのにループしてる？ばかりじゃない、確かなことはそれだけだ。トゥ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 、してない？あれしてないって。もしかしたらお家の Wi-Fi とかかな。あれ、大丈夫？ありがとう、教えてくれて。キングさん、ハートありがとう。こんばんは。生誕祭、生誕祭、最後になります。次の曲が最後になっちゃった。やってる、奥さんとずっとやってるよ。これは去年の2022年の山中湖の PR 舞台のステージを見た人いますか？だらりな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 りって噛んでしまった。そう、誰に何を言われたって気にしない、を緊張しすぎて口が回らなくて噛んでしまって、もうその日からずっともう悔いしかなくて、もう本当に悔しくて悔しくて、ほのたんさんのライブ映像をたくさん見て、そう言えるようになった。
そうそうなの。 PR 舞台のステージが終わった後メンバーから、え、パセリ、パセ、え、パセリみたいな、私はここのこの沖さんとリコチのところあるんですけど、お互いが相手思ってって言って沖さんとリコチが絡むとこがあるんですね。そのリコチのポジションはユミリンさんのポジションで、もともとユミリンさんと沖さんが絡んでるのを見るのが好きでした。あの前の自分が研究生時代の無観客公演の時、無観客公演の先輩たちの公演を見るときは絶対に見てた。そこ沖さんとユミリンさんがいつもチューしようとしてたんですよ、こうやって顔隠して、あっ絶対に許さないと思っていつもそこめっちゃ見てた。そう、息をする心、そうです、これ息をする心しました、さっきこれ。としやさんバラありがとう。チュキチュキラブリー、チュキチュキラブリーちゃん、チュキチュキラブリーちゃんの方のお顔好き。私はお辞儀をするときは背中に物が乗せれるぐらい水平にするっていうのを意識しています。下げすぎても下がらなすぎても良くない。お辞儀90度、背中に何か物を乗せても落ちない、花瓶を乗せても大丈夫っていうのを意識してお辞儀をして何の裏話あ、終わっちゃった、アンコールまでぴょぴょいのぴょいします。えいえいレッスンではしないお辞儀の練習。KY さんハートありがとう。出前私の背中で出前すんの。新一さんかっこいいありがとう。ポストさん雪だるまありがとう。1時間4分43秒どうですか、工場始まる前。1時間4分43秒、1443、1443、工場聞こえる楽屋もあるけど、クアトロは楽屋がちょっと遠いんですよ。そうだから配信で聞きました。あのゲバントとかだと聞こえます。会場によりけりですね、県民文化は価格が遠いんですね。なんかね、会場の裏に着替え場があるとこと、クアトロはまたここのステージから降りて違う楽屋を裏を通って行かなきゃいけなくて、配信で聞きました。では行きます、スタート。そう、会場によってなの。そうなんです。こんばんは。でもあの鮮明な内容は聞こえないけど声は聞こえてます。着替え中、工場が始まってる、やばい工場始まったからみんな急いで着替えるよみたいな感じです。そんな感じだから配信で声がこうやって聞こえるので配信で聞けます。こんばんは。
そうだそうだ。そうだ。私もこれ参加したかった。卒業式みたいで可愛い、みんな。そうだそうだって言って、あいの手入れる係したかったな。来年の私の生誕祭の時呼んでくださいよ。私も練習します、一緒に工場。そうだって言って、その通りだっていう茶化しに来た人みたいな。パセリコールは聞こえます、どの会場でも。こういうパーセリーとか言ってるやつはどの会場でも聞こえてます。公演中も何度も練習してた。かわいい、ありがとう。緊張するよね。私もさ、卒業式とかで喋るときさ、自分の番来るのめっちゃ緊張してたもん。ドキドキしてたもん。パーセリーパーセリーパーセリー、にゃさんハートありがとう、決勝もありがとう。にゃパーセリー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 。わあ、指揮者取りたい、指揮したい。私真ん中出てきて、パーセリー。あ、来るぞ来るぞ。チャンスの順番、今は毎年恒例11月16日生誕祭アーカイブ配信を見ています。今アンコール始まりました。トゥン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 、アイコだった、負けた。空を流れる白い雲たちの、これはじゃんけんの振りが自由だからメンバーとじゃんけんしてるんですけど、だいたい負けてます。いい歌詞よね。そのうち風の向きも変わり始める、自分には何が足りないのだろう。この曲は毎回公演が始まるときにスタッフさんがあの私っぽいってことで選んでくださった、センターに選んでくださった曲なんですけど、今はセンターのじゃないところをやってます。だからまたいつかやりたいですね、真ん中のとこも。私あんまりなんかセンターにこだわりはないんですよ。なんかね、後ろのポジとかをなんかそんな曲によってのあんまり、やっぱ新曲とか選抜とかだったら歌割りがやっぱ増えるから、あのなるべく上を目指したいなとはあるけど、こういう6人公演とかって歌割りが平等なんですね。だからどこのポジションでも自分がやっぱ自分推しの人って自分のこと見てくれてるじゃないですか、後ろにいてもかぶってても。だからどこにいてもそのセンターだからっていうのじゃなくて、どこにいても気持ちは変わってないけど、でもこの歌詞がね、私がオーディションの時にショールームで歌ったりとか、なんかそういう自分の中でストーリーというか思い入れも強い曲だから、そうで、もともと歌ってたセンターポジションやった時に歌ってた歌詞のところがすごい自分には何が足りないのだろうっていうところだったんですけど、それが自分にすごい当てはまるというか、自分自身問いかけてる感じが気に入ってて、だからまたそこをやりたいなって思ってるけど、説明が長くなっちゃいました。トゥ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 、
そうメンバーが卒業しても繰り上がりより自分の歌割りの方がうんやっぱ思い入れはあるよ。うんそれはあるね。流星さんハートありがとう。芋けんぴさん I love you ありがとう。だらしない生き物。ヘタレタ蝶の振りはココアさんを参考にしてます。このズッチャズッチャはマイキューさんを参考にしてます。公演とかレッスンの時に見て鏡とかでこう見て真似しようとなんかこうコツを取り入れようと見てます。PR 舞台で披露するヘタレタ蝶もすごく好き。マイカーのヘタレも好きだけど PR のヘタレも好きです。何が好きかっていうとあかりんさんと2人で踊るとこが好きです。でももうないですもう披露することは今んとこないです。この前のチカッパサイガラスだったかもです。私さ7人バージョンのおもこい好きだったんですよ。7人バージョンのおもこいまたやりたいなんか7人バージョンは6人バージョンと違って真ん中があるよ。7人バージョンの独り言も好きでした。千穂さんセンターの私これやったことないの。ヘタレのセリフなんかマイカーが始まる時かなんかに違うなんかの時に PR 舞台かな PR 舞台の時にヘタレをパセリセンターにするかもみたいな話があって、いやで私嫌です、セリフちょっと緊張して噛み散らかしますみたいなことを言ったらなくなってましたおもこいの方になってた。ひさまるさん花束ありがとう。緊張しちゃって。本家も飛ばしたんよそれゆうりんさんの卒業公演でココアさんがなんか暴露したやつ。じゃーん。この前のバンビさんの時はサラちゃんが言ってました。サラピがセリフ言ってた。こんばんは。こんばんは。私って上がり眉毛ですよね上がり眉毛だな。こんばんは。
え、沖さんにも言われた。あの沖さんがバンビさんの時の配信を見てくれてたらしくて、ファゼンの声聞こえたって。そう、最後の曲来ますよ皆さん。いくぞみんな。あーよっしゃいくぞー。パセリ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 、じゃじゃーき、ここですよ皆さん。皆さんアーカイブ見てる人見といてください。問題のシーンですよ。ギャー問題のシーンです。なんですが、沖さんにチューされました。手に手の甲をディズニープリンセスのように手の甲をこうやって持たれて、で手にチューされました。責任取ってください。大変だ。去年は何してもらったっけ。おんぶ、去年おんぶしてもらったかも、生誕祭で。私来年もマイカーで生誕がいいです。このメンバーがいい。マイカーがいい。でもマイカーよく言ったらみんなで出たいですね。パセリ大好きだよって言われて喜んだら、みんな好きだーって言って、うーんってぬか喜びってなります。パセリのことがみんな、みんなもパセリのことが好きってことでいいですかね。バッキーハート、風の神さんハート、流星さん決勝ありがとう。言えるのにハマってんの、最近のマイカー公演って言って顎も一緒にってやるのにハマってます。おみかんさん I love you ありがとう。いい曲ずっとずっとって、終わっちゃう、違った、今から本番だった。終わる気満々だったけど違いました。今からがアーカイブの本来の見るべきとこでした。少々さん決勝ありがとう。私パセリは緑が苦手っていうなんか暴露を大きさにされた。うん、わー、生誕が始まりましたよ皆さん。パセリお誕生日おめでとう。パセリパセリハッピーバースデートゥーユー。私ソラハさんに、もしソラハさんがお花束、お花束、花束の係だったら、
あのプリンセスみたいにひざまずいて渡してほしいって言ったんですよ。今思い出した。カズオシンさん、ミラーボールありがとう。ふうふう、ありがとう。こんばんは。今は生誕祭のアーカイブを見ています。去年の生誕の時、私が忘れて渡したのよ。渡したんですよ、ひざまずいて。なのに覚えてないらしい。かなちパコー、あーじゃーん。あー iPad が私の生誕祭から STU の生誕の経費が変わったんですよ。新しくなりました。でも昔は本物のケーキだったらしいです、先輩曰く。昔は本物のケーキだったけど、ある時から偽物のケーキになって、そのリニューアルが私の生誕かららしい。おっさん、バラありがとう。バラ、偽物のケーキですが、楽屋に戻ったらマネージャーさんが本物のホールケーキを買ってきてくださってました。でも STU の、 あの生誕の日、生誕当日に誕生日のメンバーはケーキがもらえるんですけど、あのいつも帰り際にサプライズ出てくるんですよ。だからメンバーも帰る準備終わってるし、もう会場出なきゃいけないから、会場出なきゃいけないから、家に持って帰って食べてねって直されるんよ、箱に。もうないですか。だから私も今年一人でワンホール食べました。私ワンホール、そうやばいでしょ。空さんのケーキとか私も一緒食べてるんよ。生クリームがあんま得意じゃないらしくて、だから私生クリーム担当でよく食べてる。去年も今年も食べたんですけど、そうだからもしあの来年、そうソラハさん今年5時起きだったからさ、私そう寂しく食べた。お手紙、ゆみこさんからのお手紙をもらいました。嬉しい。だって STU48 滝野ゆみこっていうさあ、 STU 時代のゆみりんさんの誰かに宛てたお手紙って、これがラストじゃないですかね。びっくり。うるうるしてる私。涙が、汗に紛れて涙が流れてます。
涙我慢できたと思ったけど流れてた。汗かと思ったらこれ涙だった。嬉しい。わあ、恥ずかしい私のスピーチ。黙っとくね。黙っときますね。
これだよ。じゃーん。これ読んでほしいです。これこれ読んでほしい、本当に。これこれみんな読んでくれ、メンバーも読んでくれないかなって思う。こんなにボリューミーです。こんなにこんなに分厚い。一人一万字、一人一万字が7人分の7万字です。7万字読んでください。これレッスン上に何冊かあるんですよ。だから3期生にも読んでほしい。でも私が読んでとか言ったらパワハラになるからね。ありがとうございます。皆さん万字私はありがとうございましたって言った後にお辞儀をする。みんな知ってるかわかんないけど、ありがとうございましたって言った後のもう一回お辞儀をします。朗読会誰がよ聞いてくれるんだ。90度そうだよ。90度。かわいいお花ありがとうございます。この花冠も花束も。アフタートークが始まるぜ。ボサボサなっちゃった。アフタートークの前はメイクさんが花冠が落ちないようにピンで留めてくださってます。だから固定されてます。キョンシュさんアイスありがとう。ジンダイさんいいね。福ちゃん拍手。ココフォルさんハート。リュウセイさんハート。ケイスケさんハートありがとう。おっさん決勝とダルマありがとう。私ってさ笑顔になった後急に真顔になりません私今見ましたか画面、あのみたいな、急にさ急にスンって真顔になる瞬間があったの。私なるよねなるね無意識です。あの嘘笑いとかでもなく本気で笑ってるけどみたいな今見ててびっくりしたこんばんは。土方歳三さん雪だるまありがとう。
クラコンでやるやつみたいな。クラコン。ほら私肌がこの日に限ってポコにポシャって、これが気になる。消しゴムマジックで消したいわ。消しゴムマジックで消してやるのさ。差し上げてないです、まだ。このあとリコチが竹内先輩っていう曲があるんだけど、ちょっと歌いそうだった。切られてましたね。切られてたけど、僕の太陽公園の竹内先輩歌いそう。私がラビューって言っちゃったから。ありがとうございました。1時間50分ぐらいですかね。1時間40分ぐらいかな。実況に付き合ってくれてありがとうございました。実況って言っても毎年私が勝手に盛り上がるだけなんだけどね。楽しかったです。わーいいね。ラクさんお疲れ。クックさん拍手。石川先輩かわいい、ありがとう。イエーイ、楽しかったな。いいですね生誕祭は。うん、ほっこりします。いいよな。明日も生誕祭、明後日も生誕祭。自分の生誕祭も好きだけど、メンバーの生誕も大好きです。流星さんミラーボールありがとう。イエイエイヨーヨー。私ミラーボールの盛り上げ方わからんくて、毎回ちょっとなんかちょっとキョドキョドしちゃう。クックさんありがとう。スタンプありがとう。おみかんさん尊いありがとう。キングさんハートありがとう。ありがとうみんな。このアーカイブまだね、もう少しだけ、あと何日かな、あと3日か4日ぐらいは見れますので、わ今のところ見逃したとか、あパセリが孫に戻る瞬間見たかったとかあれば。何日までだっけこれ、何日までだっけ、16まで17まで、どっちだっけ、いつも分かんなくなる。1ヶ月、配信開始から1ヶ月だから16まで、17まで、17までってこと、あと4日、あと4日間見れますね。よかったら繰り返し見てください。ちなみに研究生の僕の太陽公演初日が明日まで、ん、明後日までか、明後日までが僕隊の初日のアーカイブなので、3期推しの皆さんも忘れずに。トシピンさんハートありがとう。アバターかわいい。わいっぱい見てね。セタのお手紙はどんくらい前から書き始めたか、何日か前から書いて、なんかどうしようどうしようっていっぱい削りました。削って、あの長さですね。お話し会で長かったって言われたけど、でも年に1回しかないじゃないですか、そんな自分の気持ちを公演で話せる機会って。だから私的には悔いはないスピーチだったかなって思います。まあ、とにかくこの本を読んでほしいっていうね、急に宣伝ぶっ込んできたなと思ったかもだけど、この本読んだら私の生い立ちから STU になるまでのオーディションの時代の時も書いてるからさ、ね、最近パセリを知った人はもうこれ読んどきゃいいよっていう感じですね。ねえキムさん決勝、イモケンピさん決勝ありがとう。流星さんハートありがとう。ココホルさんハートありがとう。そうこれ全部書いとるけんね、
いっぱい見てくださいね。私が読み上げたいぐらい。でも著作権的に読み上げるのダメみたい。ダメらしいからちょっと配り歩きたい気持ちだけど、私が石油王だったらみんなにさ、お話し会とか来てくださった皆さんに配るとか言えるけど、ちょっと厳しい。私のページの見出し、オーディション挑戦25回目で合格、アイドル志望者の希望でありたい、尾崎セリカって書いてあるから、やっぱそのオーディション時代の話が見どころなのかなと思いました。あの雑誌の制作者さん側からしても。千穂さん、親近感が魅力のフレンドリーアイドル、歌唱力を鍛えてさらなる高みへ、石田千穂、書いてます。沖さんは、多趣味でカオスなところが私らしさ、叶えたい夢は STU48 のセンター、沖優香って書いてる。おおお、あかりんさん、アイドル愛と地元愛が武器、フェスを主催し瀬戸内を盛り上げる、福田あかり。おお。そしてオーディション挑戦25回目で合格、アイドル志望者の希望でありたい、尾崎セリカ。これ順位順ですね。私は4位だったので4番目。クラシックバレエで培った表現力、楽しい空間をたくさん共有したい、中村舞。公演を大切にする気持ちを忘れない、本気のおうち公演で PR 舞台に、吉崎凛子。凛子。そして社会人を経てアイドルへ転身、2年連続ショールーム女王に、高尾さやか、ヤンゴロウ。ヤンゴロウ。ヤンゴロウ。そうですよ、マイキューさんも、いや私よりもマイキューさんの方がオーディションエピソードとか盛りだくさんだと思うぐらい。そう、あとさ、最近 NGT さんかな、昨日か一昨日お披露目された NGT さんの4期生にもさ、すごいオーディション受けてる子いませんね。ネットニュースで見ました、多分。ヤンゴロー、オオカミとプライドやりたい、オキさんと。ね、70回かな。そうそうそう、びっくりしましたね、びっくり。山崎さん、いいね、ありがとう、いいね、いいね、そうなんだ、3期、そっか、 STU、 そうだよね。この前もなんかのフェスの時に STU の2期生のオーディションで落ちて違うアイドルになりましたって子が同じフェスにいましたね。やっぱりさ、あの、何ですかね、選抜メンバーに入ったから、選抜に入りたいっていうメンバーももっといるから頑張りますっていうのもそうだけどさ、その前にさ、オーディションで選んでもらってるわけじゃないですか。だからそのオーディションをね、オーディションを受けたけどやっぱ悔しい結果に終わった子とかから見ても、なんかこう悔しいじゃなく頑張ろうみたいなモチベーションになるようなアイドルになりたいなっていうのが私のずっと目標にしていることで、やっぱ難しいじゃん、羨ましいって気持ちってさ、憧れになるよりもちょっと嫌悪感みたいな、ちょっと負のイメージ、負の気持ちになる時ってあるじゃないですか、ちょっと見れないなみたいな。だからそういう
さ、悔しい気持ちとかを持ってる人にももっと頑張ってみようみたいな明るい気持ちになってもらえるようなね活動がもっとできたらいいなと思います。まもるさんハートありがとう。え、そう桜坂、そうそうそう桜坂さんにいますよね、 STU のオーディションにいた子ね。メンバーの中でもね話題になるんですよ、そういう子 STU いたよねこの子みたいな。そうなのよ。こんばんは。でも分かんないよねそういうのって。やっぱねなんかオーディションがあるたびにさ、コツありますかってコメント来たりするけどさ、私もコツがあったら一発で合格してるわけじゃないですか。難しいよね、何が基準で選ばれてるか私も分かんないもん。なんで入れたのか分からないから、分からないもんだよね。不思議ですよね。うん、また来年も生誕祭できますように。そしてそこで笑顔でねスピーチできるといいなって、悔しい思いとかを話すよりさ、今年はこんな楽しいことがありましたありがとうっていうスピーチができる1年になったらいいなって思います。そうで私も STU 一期もドラさんも落ちてるからね。でも STU で活動してるし、わからないものです、わからないものですよ。日向坂さんも落ちてるし、そうだよ、どのグループも落ちて、だけど STU の2期生で加入できたので、なんか目標のある人のさ希望になりたいですよね。難しいことだけど、言葉で言うのは簡単だけどなかなかこれは難しいことだなと日々思います。おみかんさんいいねありがとう。チームエイトもな、チームエイト3回落ちてます。チームエイト長崎のやつ3回あったんですけど3回とも落ちました。そう1回は2時まで行けたんですけどね、落ちちゃいました。でもその時に行ったテレビ局だったんですよ、チームメイトの二次審査が、地元のそのテレビ局に行きました。この前去年の凱旋のメディア巡りみたいな、ラジオとかテレビとかを回ったりする時にその局に、お、ここチームメイトのオーディションで来たところだと思って、こんばんは。でもみんなもさいろいろ夢あるよね。この前ね、私が最近さ、私の最近のショールームの話題 X で見たんですけどみたいな、 X のおすすめ流れてきたんですけどって話題が結構あると思うんだけど、またね X で見たやつなんですけど、なんか将来の夢ってあるよねみたいな、何歳になっても将来の夢ってあるよねっていう投稿が流れてきて、その具体的な何歳までに昇格してあれしたいみたいな、なんか課長になって部長になってとかそういうんじゃなくて、大きくなったら消防士になりたいみたいな、そういう子供の頃のような夢って誰しもが持ってるよねみたいな投稿を見てね、おーって確かになんかそういうのあるかもなと思いました。なんて言うんだろうね、子供の頃に思っていたような夢をさ、まだちょっと憧れちゃう気持ちってないですか？こんばんは。そう、私のお父さんもアイドルになりたい。昨日コンビニで餃子グミっていうの見つけたんですよ。餃子グミ
なんだ餃子グミと思って見たらピーチ味って書いてて、多分形だけ餃子で普通にピーチのグミなんですけど、私のお父さん餃子定食さんっていう名前でやってるから、お父さんにねすぐホックして、久々に連絡取りました。グミのおかげで仲良しだけどさ、やっぱ仕事とか忙しいからね、なんかこうどのタイミングで連絡しようかなって思ったけど、グミのおかげで連絡が取れました。将来の夢ありますか？あのホールケーキを一人で食べるとか、なんかそういうのない？私はなんだろうな、私ね、どうでもいい、どうでもいいちっちゃな夢があるんですけど、あのチョコモナカジャンボとジャイアントコーンを10個ずつ食べるっていう夢はある。超プライベートな、あのパセリというアイドルとしての夢じゃなくて、もう超個人的な夢、いつでも叶えられそうな、お腹とお財布と相談すればいつでも叶えられそうな夢としては、チョコモナカジャンボとジャイアントコーンを10個ずつ食べるっていう夢はある。飽きるぐらい食べたいっていう夢はありますね。縁側で平和に暮らす、わかるわかる、その夢わかる。え、私は本当に孤独感じそうで怖いんだよね。今ってさ、広島で一人暮らししてるけど、近くにはメンバーもいるじゃん。でしかも配信もできるから、寂しくなったらみんなとお話ししたりメール送ったりとかできるじゃないですか。でも私がヨボヨボになっちゃった時って、多分スマホの操作とかも今以上に難しくて分かんないだろうし、スマホ料金を払える収入もないだろうし、私で身近にメンバーも住んでるかって言ったら住んでないだろうし、あ、将来孤独怖いなってよく思う、ふとした時に。こんばんは。そう、あとアイスが値上がりしないこと祈るね。今年は値上がりしちゃったからね、アイス。でヨボヨボになっても配信寂しくなったので、このルームから配信できるのかな、30年ぶりですみたいな、40年ぶりです、お久しぶりです、覚えてますか。いや携帯料金払えるかちょっと不安だもん、将来高そうじゃん。電気代とか払えるかもちょっと怖いもんな。みんな絶対嫌だよね、こんななんか老後の心配してるおしめ、嫌だよね。ごめんごめん、明るく言いましょう。ね、楽しく人生を過ごしたいよね。わあ、コーラさんハートありがとう。アイス総選挙見たよ、見ましたよ。サタンさんお断りです、お断り。みんな仲良きしてください。なんか私がいつも、あの私はねオーディションの時から言っとるのが、アイドルが終わりを匂わせるのめっちゃ嫌いなんですよ。なんか来年はないかもだから今年は絶対来てくださいとか言ったりするのとか、なんかアイドル側が押し合わせるうちに押せみたいな言うのとかめちゃくちゃ嫌いで、そう苦手で、なんか終わりを匂わせるのさ、まあ、終わりは来るものだけど、アイドルやっぱだけど、なんかさ終わりがあるものを応援してもらうのって申し訳ないっていうか、なんですかね、自分的なポリシーみたいなのがあって加入時から。
だけど私がそういう何十年後もアイドルしますねとか言ったらみんなコメント欄でごめん寿命がとか言い始めるからみんな寿命の心配しだすので長生きしてください皆さんね。長生きよろしく。大人のショコラベリーめっちゃ美味しいから食べてみて。今日スーパーで見たけど買わんかったよ。どんぐらい美味しいか食レポお願いします。こんばんは。でもアイドルってさ卒業間近のアイドルが一番輝いてるって言うじゃんね。でもその気持ちすっごいわかりますね。あの同期のメンバーとか見てても輝いてる。卒業公演の日のアイドルなんであんなキラキラしてるんだろうって。ドレスとかも輝いてるけどそれ以上になんか笑顔がさ悔いはありませんみたいな顔が輝いてるなって思うんだ。あそう将来は阿佐ヶ谷姉妹さんになるの。そうなの。そうなんです。阿佐ヶ谷姉妹さんみたいな生活憧れます。つるさんハートありがとう。あ確かに卒業後もね活動されちゃうともう推しメンよし卒業したから新しい推しメン探そうって思って探してまた活動始まったらあれやばいX の自己紹介欄に書く名前が増えちゃったってなって汗汗しちゃうやつ。阿佐ヶ谷姉妹そう阿佐ヶ谷姉妹しようねって言ってるのはあのね毎年私の生誕 T を買って会社に来ていってくれる子がいるんだけどその子がね今年の生誕 T 買い忘れたらしくて買い忘れちゃったらしくてもう今年の生誕 T では出勤できないらしい。その子と将来阿佐ヶ谷姉妹しようって高校の時に約束したけどさそういうなんか高校とかのした約束って大体なんか口だけになりがちじゃないですか。だからどうなるか分かりません。そうなの。あとその子は毎年誕生日に自分のアクスタとか作ったりして送ってくれるんですけど今年はまだあのお互い悩み中。私もまだ送ってないし向こうもまだ選んでなくてまだだからまた届いたら紹介します。去年はねイヤリングとその友達のなんか猫耳メイドの猫耳メイドのコスプレをした友達の自撮りのアクスタが届きましたみんなに顔見せれないやつが届きました。その前は何だったっけ。その前もねあその前去年はあ一昨年は友達の自撮りのプリントされたロンティーが届きました。だから今年は何かなと思ったけどまだまだです。ドキドキ。そう私のアクスタじゃなくて友達の一般人の友達のアクスタ猫耳メイドアクスタ。そうなの。今年は何かな。こんばんは。私はまだ選んでない。なんかねその子さすっごいおしゃれな子だから何あげたらいいか分かんなくて何がいいんだろう。世の26歳の人たちは何をあげたりしてるんだろうって分かんなくてさやっぱ周りのメンバーとかって10代とか20代前半とかだからメンバーにあげるプレゼントがその世の20代のプレゼントと適してるのかどうかが分かんなくてだから何をあげたらいいか難しいんですよね。でその子がもともとメイク系の専門学校とか行ってたからメイク系は詳しいから変にメイク系あげるとかぶりそうな気もして持ってそうな気もして
どうしようと思って、悩んでます、ずっと。なんかね、変わったものが欲しいって言われたんですよコスメとかじゃなくて変わったものが今年は欲しいって言われて、変わったものってなんだろうなって。でも昨日テレビで、一昨日か昨日テレビでね、朝の情報番組で見たんだけど、広島の雑貨屋さんに売ってるイノシシが逆さまになった巾着袋がめっちゃいいなと思ってね。知ってますかね、昨日か一昨日、広島満点ママっていう広島の朝の情報番組でやってた、あのイノシシってさ、こう分かる、捕獲されたイノシシみたいなぶら下がってるやつの巾着。普通巾着って顔じゃん、顔でここに開いててさ、こう閉じるじゃないですか。じゃなくてイノシシの全身でこう捕獲されてる形のやつがね、やっててね、それにしようかなって。私の大好きな広島満点ママ毎日録画してます。わ、リコチから来ました。なんか最近さ、ショールームリコチの配信から飛ばされてきました。おい、イエーイイエイイエイ。リコチからようこそ。パセもう、じゃあパセ11時半に配信終わろう。そしたらみんなどっか飛ばされていくのかな。かっけえね、みんな旅をするものやん、あちこちに飛ばされて。コラスさん、キャンドルありがとう。イノシシ、りょうさん、ファイトありがとう。みんな飛ばされてっちゃう。そうやって DD が増えてくんだよ、このショールームシステムのせいで DD 増えてるの。わっ、いろいろお世話になったのでお礼です。せいちゃん、サンタとトナカイタワーが来ました、ありがとう。びっくり、びっくりだ、ありがとう、お世話になったのでって。なんか引っ越す時の近所の人みたいなセリフ言われた。何それ、何それ、お世話になりました、なんかつまらないものですがみたいなやつじゃん。何それ、お別れじゃないんだけど、まだまだこれからなんだけど、私たちの関係はいいですか。あ、ノートがなくなった。なんかノートなくなったと思って最後のページ見たら、ムキムキマッチョな、めっちゃ気持ち悪い子が出てきた。タワーのお礼でさ書いた、こんな私ムキムキマッチョな、タワーありがとうって書いて、わあ、このノートの最後のページお断りって書いてた。このノートも一冊終わっちゃいました。それでは今日から新しいノートです。じゃん、かずきさん決勝ありがとう。びっくりだ、記憶にないムキムキマッチョクマがいたね。いつのだろうか、ポン。あとショールームで見せてなかったやつ、これヤンゴローの写真集みんな見ましたか。ヤンゴローの写真集発売からもうすぐ1ヶ月です。あと2日で発売から1ヶ月、ぜひ皆さん、ぜひ皆さんゲットしてください。とても可愛いです、裏表紙も可愛いです。これ添い寝しちゃうじゃん、こんなん。こんな見つめられたら寝れないよ、ドキドキして。赤ちゃんやん、可愛い、バブやん。本当に25歳か、あなた。
かわいいね、ヤンゴロ。そう、レッスン場に持ってって書いてもらったの、ヤンちゃんにお願いして。え、お気に入りのページは服を着てるページです。服を着てるページ、リコチのお気に入りのページも聞いたけどね、理由が面白かったです。せいちゃん、昨日から思ったけどさ、このさ、ショールームボックスを机にして書いとるんやけどさ、なんか私のお腹の音が鳴っとるみたいで恥ずかしい。お腹の音じゃないからね、勘違いしないでよね。着てないページはありません。そりゃそうだ、全部着てるけど、全部着てますけど、布が、生地が多めで、人に肌をさらしてないやつが好きかな。ありがとう。服とかも、あ、やばい、書いてること口に出ちゃう日だ。気をつけないと。何、イノシシの巾着、満点ママのホームページ載ってない。え、満点ママじゃなかったんかな、あれ。え、違ったのかな。いや、満点ママだと思うけどな。2日前か3日前、昨日か2日前か3日前のあの放送でね、やってたんです。やばい、さっき配信始まる前に、ショールーム始まる前に満点ママの録画消しちゃったの。残しとけばよかった。え、違ったかな、違う番組だったかな。人生さん、音符とハートと結晶ありがとう。パチン。誰か満点ママいつも見てる、見ました、その放送って人おらんの。ミキミキさん、 I love you ありがとう。でもお断りです。おみかんさん、ハートありがとう。匠
匠工房の巾着、それかも、そんな感じだった、工房系だった、それかもです、そうかも、出てきた、出てきたかな、なんかいっぱい書いちゃったなんか新しいノートにしたらさ、色味が可愛くてなんかたくさん詰め込んでしまった、キャー、サタンさんハートありがとう、流星さん結晶ありがとう、新しいノートとかにするとテンション上がりませんか、私今日さ夢の中で新学期迎えたんですよ、新学期迎えてさ今日始業式やったんやけど、夢の中の始業式遅刻する夢見ました、始業式が始まる20分前に着いとったのに入り口を間違ってて、ずーっと外で待ってて、で始まる直前に違う入り口間違ってるわと思って本当の入り口に行ったら、あの減点される夢見た、初日早々減点されました、本当悔しかったな、こんばんは、あとなんか数学の授業に怯えてた、どうしよう私って頭悪くてもう覚えられないよって言って怯えてました、そういう夢見るよねたまに、何なんだろうね、どういう心理状況なんだろう、気になる、レアルさんレインボースターありがとう、なんかメンバー出てきた気がするけど忘れちゃった、誰だったっけな、でもサーヤンはいた気がするんですよね、満点ママ12月11日放送の匠工房の巾着、それだ多分それ、だって2日前でしょ、私が言ってることドンピシャじゃん、え、なんでわかるの？すごい。ケンジさん、ハートありがとう。ゾンビから逃げ回ってました。ゾンビ？ゾンビ？理系ですか？いいえ。食べる専門です。理系でも文系でもありません。食べる専門でやってます。私は頭がすこぶる悪いです。理系ですかって聞かれてそんな返答ないよね、だってもう頭悪いのが詰まってる返答だった、うん食系でやってる、よろしくお願いします、あ理系です、だってうまいこと言うね、うまいね、うまいこと言いますね、ボタン鍋ない、食べたこと何、どんな鍋ボタン鍋って、じゃん、せっちゃんタワーありがとうございます、今日から私ノートにしちゃったからなんか張り切ってなんか補足コメントとか書いちゃった、ありがとうございます、なんかさ見て、足は隠しなさい、おせっかい女じゃん私って、ありがとう、まだ見てくれてるかわかんない、私が書くのに時間かかりすぎたから、ありがとうございます、じゃんじゃんじゃん、あ見てくれてた、ありがとう、ボーン、イノシシ肉ボタン鍋ない、ないな、壁にぶつけちゃった。ごめんなさい。ありがとう。キラキラなペンとか使っちゃって。全然見えないのにキラキラなペンとか使っちゃって。
こちらこそありがとうございます。マブダチって書くの忘れちゃったね。足は出しましょう。ダメだよ、足は隠しなさい。いい、足は隠しなさい。流星さんありがとう。すっぽん鍋は食べたことあります。なんか親戚の人がすっぽんを調理してて、中学校か高校の時におばあちゃんについてったらすっぽん鍋ごちそうされましたお家でびっくり、すっぽんさばいたからって言ってすっぽん鍋を食べました。こんばんは。足隠して尻隠さず、尻も隠しなさい、尻は一番隠しなさい。あのあとどこかのお兄さんに声かけられてちゃんとお断りした。ほらほら、誰ですか女をたわたした人は。ダメでしょうが、会場で無線でワンチャン狙って、ダメでしょうが、ダメでしょうが、アイドルに会いに来てるのに女をたわたしてダメでしょうが。こらこら あ、ファンの人じゃないってよかった、疑ってすいませんマリオ2さんハートありがとう。どっかの外の、うわ、足出して外歩くからや。渡辺のなっちゃんはアイスケーキ4分の1で断念してた。ほらなっちゃん言ったでしょうがほら食べきれないんでしょって言ったでしょう。ほら言ったでしょう。おみかんさん雪だるまありがとう。あー、私もさ、美穂ママに誕生日にもらったサーティワンのなんかアイスケーキじゃない違うやつ、なんか4色パレットみたいなやつをさ買いに行かないけん。受付のお姉さん、受付のお姉さんはもうお仕事でみんなに優しくしてるんだから、みんなダメだよ。みんなはさ、おしめに会いに来たんでしょ。ダメだから、受付のお姉さんもお仕事だから断れないんだよ。私は容赦なくお断りしてるけども、いいですか、受付のお姉さんお断りです、できないんですよ。いい、わかりましたか。でもさ、メンバーもファンの方も言ってたけど、福岡のお話し会会場のスタッフさんみんないい方だった。めっちゃ優しい方が多くて、楽屋でもメンバーが福岡のスタッフさんなんかみんな親切、お話し会でもファンの方にも言われた、この会場のスタッフさんみんな優しいって言ってた。すごい。お断りされた方が燃えます。やばい、火をつけてしまったの、もしかして。みんなダメだよ、出会いを求めに来ちゃダメだから。わかりましたか、出会いは求めに来るんじゃないよ。ねえねえ、これ美穂ママからのタンプレがこのギフト券だったんや、このプティケーキってやつ。どっちにしようか迷ってる、ずっと。このプティケーキ、ブラウンかホワイトで迷ってて、ちょっとどっちがいいと思いますか。10月発売の新しいやつだって。どっちがいいかな。どうしよう。キムさんお断りです。お断りだよ。こっちのブラウンの方はジャモカアーモンドファッジとダークチョコビッツ入りラズベリーホワイトチョコレートとキャラメルリボン入り抹茶とチョップドチョコレートかけるチョコレート。すごい長い、すごいいろいろ入ってる。ホワイトの方がキャラメルリボン、チョップドチョコレート、ベリーベリーストロベリー、ポッピングシャワー。あ、
こっちにします、こっちにします。ホワイトがいいや。こっちにする、決まり、決まりました。聞いたそばから即決まりました。やばい、32分になっちゃってる。終わる時間オーバーしてる。終わります、終わるよ。そらそやかさん、決勝、ジロくんハートありがとう。マッチョ入り無理だよマッチョは、ちょっと厳しい。マッチョ、せめて抹茶、抹茶のアイスも普段食べないけど、マッチョ入りはちょっと衛生的に NG。 ちょっとちょっと、レアルさんハート、エジリン I love you、 プーさんアイス、ジロくんハート、ありがとう、ありがとう。みんな見てくれて、9時から始まったのにあっという間に11時半になりました。もっちゅハートありがとう、ありがとう、お疲れ様でした。今日も生誕の花冠をつけて浮かれちゃってました。かわいい、色味かわいい、じゃん。明日の沖さんの生誕祭のお花も楽しみ。私メンバーのお花見るの好きなんですよ。この前のね、福岡のお話し会の時の愛子のセレモニーのお花がうさぎちゃんでめっちゃ可愛かったの、見ましたか？うさぎの、あんまりじっくり見てないけど、あれどうなってるんだろう、愛子のねセレモニーのお花。私のセレモニーのお花こちら、かわいいピンク、あと愛子の生誕祭のさ、愛子の生誕祭の花のめっちゃ個性、いやココアさんの生誕祭の花は個性やったけど、最近なんか個性続きだしさ、ちょっと明日の沖さんの生誕のお花も気になるところですねえ。個性詰まりまくっとる、可愛いよねピンク。ちょっと袋開けたかったけど無理だった。私のお家にあるお花たちです。じゃんじゃんじゃん。明日は私の推しメン沖さんの生誕祭、そして明後日は私の同期のよくいつも仲良くしてお出かけしてくれる高尾さあやんのお誕生日です。まだヤンゴロの写真集見てない人はぜひ、わあわあわあ、あら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 かわいい、あら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 、きゃーという写真集になってます。ぜひおすすめです、かわいい、添い寝できちゃうから、かわいすぎ。マジで小動物ですね。やばい、喋り出しちゃう。また今度見ましょう。終わるよって言ってから写真集見出しちゃった。また今度ヤンゴロの写真集感想会開く。それでは皆さん、本日もお疲れ様でした。水曜日お疲れ様でした。明日も一日頑張りましょう。では壇上に行きます。13位レアルさん、12位クワドリさん、11位阿部寛さん、10位山猫坊主さん、9位しゅんさん、8位いっちゃん、7位ふくちゃん、6位ゆうたくん、5位山崎さん、4位かずのしんさん、3位りゅうせいさん、2位ぷーさん、1位せいちゃん、ありがとうございます。コメントもありがとうございました。そしてこっそり聞いてましたって
方も、こんばんはって言ってくれた方も、パチパチしてる方も、みんなありがとうございました。明日も皆さん笑顔で過ごしてくださいね。それではおやすみなさい。また明日、バイバイ。明日は沖さん生誕祭、いっぱいお祝いしてきます。バイバーイ。